最初は、ちょっとメインで何やっていくか分かんないみたいな、あったんですけど、それもちょっとはっきりせずにどうしたらいいですか？ね、実は、カンニングのコツは、はっきりさせない方がはっきり聞こえるっていうのがあって、すっごくソフトなカンニングがカンニングの基本です。ちょっとトングトンしてみて。カンニングで、その下の F が吹きやすいと思う。じゃあ、そもそも音を出すのに、もうちょっと息を吸うのも吐くのも多めでやってみてください。今の吐き方だと最初はいいけどその後どんどん少なくなってるから、ボイチーズかける2みたいな、もうどん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 追加追加で吐くようなつもりで6拍間伸ばしてください。どうぞ。っていうのがまずできてるっていうのがランニングをうまく活かせる上でどう必要なことになります。多くの場合これができてないのをランニングで代わりしちゃう。そうするときつくなりすぎたりベチャってなったり、今みたいにしっかり息で振動を起こして起こし続けてる、それを邪魔しない超いい加減ウルトラスーパーソフトやってるかやってないか分かんないぐらいタンギングは基本です。なのでほとんどタンギングしてるのが分からないぐらいっていうのを基本にして、そこから音の邪魔にならない限界はどこかな、それがはっきりの限界。こっち。テヌートタンギングが基本とも言うんですね。タンギングっていうのはね。で、それより大きくしたいときは大きくしたいときに息吐くとか、スタッカートはただ短く切ればスタッカートと言います。タンギングの強さじゃない。